どうも皆さんこんにちは、プッティモンキーレンジのお時間です。今回はチュートリアルはお休みして、モーショングラフィックス制作で役に立つツールを紹介したいと思います。紹介するのは4つ、すべて無料のツールです。作成してくれた方に感謝してインストールしましょう。これらのツールはプラグインとかスクリプトと呼ばれています。簡単に言うと AE での作業を楽にしてくれる拡張機能です。本来時間がかかって面倒な作業とかを代わりにやってくれたり、表現の幅を広げてくれるツールと思ってください。これから出すチュートリアルでは、これらのツールを使用していくので、まだ導入していないという方は入れてみてください。では早速行ってみましょう。最初に紹介するのはモーションツールズです。このツールはいろいろな機能盛りだくさんの超おすすめツールです。これがないと始まらないくらいすごいものです。本当にいろいろなことができるんですが、特に使用するのがキーフレーム速度を調節する機能です。これまでのチュートリアルではアニメーションの緩急をつけるときにキーフレーム速度を開いて調整したと思いますが、このモーションツールがあればキーフレーム速度を開く煩わしさから解放されます。こんな感じでキーフレームを選んでバーを動かすだけで影響を変更することができます。さらにすごい点がありまして、このツールを使うと異なる項目のキーフレームを複数選択した状態でもキーフレーム速度を調整してくれます。ツールがなければ回転、スケール、位置といったプロパティにそれぞれキーフレーム速度を変更しなければいけなかったのですが、このツールを使えば一度の操作で調整可能となります。他にもレイヤーのアンカーポイントをワンクリックで移動させることができたり、バウンド、バウスなどのアニメーションを自動で作成してくれたり、レイヤーを階段状に並べるシーケンスレイヤーもずらしたいキーフレームの値を入力してボタンを押せば簡単に並べることができます。他にも様々な機能が入っている、まさに至れり尽くせりなツールとなります。入れておいて損はないツールです。こちらはモーションデザインスクールという海外のチュートリアルサイトで配布されています。質の高い有料チュートリアルがたくさん公開されていますが、このモーションツールはファンダメンタルズ・オン・アフターエフェクツという無料コースの特典として配布されていましたが、現在では99ドルの有料コースになってしまいました。講座内容はもちろんこのツールも含めてそれだけ払う価値はあると思いますが、モーションツールズについて問い合わせてみたところ、ツールのダウンロードリンクを教えていただき、さらにそのリンクを紹介しても良いとありがたい返事をいただきました。概要欄にリンクを貼っておきます。こちらはダウンロード時にメールアドレスを入力する必要があります。良質なチュートリアルがたくさんありますので、AE をもっと深く習得したいといった時は、ぜひともモーションデザインスクールのチュートリアルを受講してみてください。次に紹介するツールは Easy Copy です。こちらは Easing 情報を別のアニメーションへコピーするツールです。 Easing とは動きの環境のことですね。環境の情報を別のアニメーションへコピーすることができます。例えば移動するアニメーションのイージング情報は、本来であればスケールや回転といった異なるプロパティにはコピーできないのですが、このイージーコピーを使うことでコピーできるようになります。使い方もシンプルで、キーフレームを選択してコピーを押して、次に貼りたいキーフレームを選択してイーズボタンを押すだけです。本来はできないはずの移動のイージング情報をスケールにコピーすることができました。こちらも便利なのでおすすめのツールです。次に紹介するのはバッドキャッパーです。これも機能としてはすごく単純ですが、非常に便利です。シェイプレイヤーで作成した線の端の形状を変化させるツールです。パスのトリミングを紹介した動画でも解説しましたが、線の端の形状を変えるには、コンテンツの中を開いて、さらに線を開いてといった感じで、たどり着くまでに時間がかかってしまいます。そんな時に時短となるのがこのバッドキャッパーです。クリックするだけで一瞬で変更することができます。地味ですが素晴らしい機能です。最後に紹介するのは FX コンソールです。こちらは良質なチュートリアルやプラグインなどを販売しているビデオコパイロットというサイトで配布されているツールです。
アフターエフェクツではその名の通り、エフェクトを追加して効果を付け足していくことができるツールです。そのエフェクトの追加方法は、メニューバーのエフェクトからアクセスするか、エフェクト&プリセットパネルから検索して適用するかですが、これが地味に面倒で時間がかかります。そんな時におすすめなのが FX コンソールです。これを使うと、もっと楽にエフェクトを適用することができます。FX コンソールの起動方法は自分で設定するのですが、私の場合だと、コントロール、スペースを押すことで、FX コンソールのウィンドウが出てきます。で、そのままエフェクトの名前を入力して、エンターキーを押すとエフェクトが適用されます。このプラグインのすごいところは、検索ワードを自分で登録できるところです。例えば、日本語で使っている場合、エフェクト名も日本語になっています。検索でも日本語入力をしないといけないのですが、あらかじめ検索ワードを登録しておくと、日本語でなくても検索できるようになります。フラクタルノイズなんかは文字が多いので入力も面倒ですが、例えば検索ワードを FN と登録しておくと、FN と打っただけで適用することができます。これまで出してきたチュートリアルでは、エフェクトの適用はまだ行っていませんでしたが、本来、アフターエフェクツは、エフェクトをたくさん使っていくソフトなので、FX コンソールを導入して、ぜひ活用してみてください。いかがだったでしょうか？スクリプトやプラグインは、本当に便利なものなので、もしお金に余裕がある方は、有料のものにも手を出してみるのもありだと思います。私自身もいくつか導入していますが、スクリプトなしでは生きていけない体になりました。他にも紹介したいプラグインやスクリプトもあるので、また機会があれば紹介したいと思います。今回はとりあえず作業効率が格段にアップするツールを紹介させていただきました。ではまたお会いしましょう。さようなら。